まずはさらば青春の光チャンネルを見てからこのチャンネルを見てください。僕らはさらば青春の光の犬でございます。また戻ってきてね。アイドル事件簿さあ、ということで今回、ね、楽しみ。もう我々が全く知らないアイドルの世界を、はい、もう吉本随一のアイドルですけど、このゲスト、からたちの前田くんです。よろしくお願いします。からたちの前田です。もうアイドルといえば前田くん、もうネタがもうさ、そういうネタじゃない、ね、アイドル好きの芸人じゃないもんね。オタクがたまたま仕事が芸人やってる、漫才やってる。オタクで、ちょっと漫才が上手い、あ、もう、はい、なんか漫才が上手いオタクだね。オタクがメインだね。あの、1週間前ぐらいも、あの先輩で獅子頭さんっていらっしゃるんですけど、獅子頭の寄せっていうライブがあって、うん、脇田さんから直接出てくれないって言われて、うん、でスケジュール見たら僕その日、桜坂のライブが入ってたんですよ。一、うん、回断ったんですよ。先輩のライブ断って、そしたら結構普段先輩とかはそこで引き下がってくれる方が多いんですけど、脇田さんが意外と引き下がらなくて、あのハゲが、はい、トップバッターだったらいけるんじゃないって言われて、なんでそんな出したかったんだよ。で結局僕トップバッターで出て、すぐ劇場から降りてタクシーに乗って会場を向かって、すごいね、売れっ子みたい、売れっ子芸人みたいな、飛び出しみたいなことね、飛び出し、まさかの。まあでも今回まあ前田くん、まあ、ネタもね、そういう、まあ、アイドル絡めたネタもやってるんですけど、現役オタクってことですね。我々はあれだもんね、我々一応アイドルの剥がしやってましたから、だからもうこれ見てください。そういうことです。小表剥がしと、オタクね、みたいな。秋元康のようリアルに、まあ、実際その前もね、僕らカラタチをもうおすすめ芸人としても出したし、カラタチの面白さっていうのは僕ら知ってて、でプラスやっぱ前田くんのこのトークがね、やっぱりアイドルトークが面白いから、ちょっといろいろ聞きたいなと思って、カラタチはやっぱアイドルオタクとアニメオタクの世界一醜い言い争いが漫才、ね、ネクソ鼻クソって言われてます。ネクソ鼻クソの実際なんかそれで言うと、はい、アイドルは何歳から誰を好きになったの？一番最初のきっかけは AK ビンゴなんですよ。あ、じゃあもう AKB から入ったってことね。そうです。だから僕が小学生の時にモームスとかめっちゃ流行ったんで、でも僕は全然ハマらなくて、モームスにハマなかった。大学生になって AKB でいきなりハマったって、え、じゃあ高校生の時とか？高校生の時は全くです。中高はオタクじゃないの？オタクじゃない、普通の地味な、ただの陰キャです。そうなの？ただの陰キャ、はい、陰キャとオタクはどっちが上かは分かんないんだけど、それで大学からいきなりもうハマったの？はい。それも、まあ、AK ビンゴ見て。AK ビンゴ見てですね。大学からオタク。誰を好きだったの？で、渡辺真由ちゃんと柏木由紀ちゃんとか。はい。柏木由紀さん見てんでしょ、このチャンネル多分。いや、そう。あの、真由と由紀凛がめっちゃ仲良しだったんです。なるほど、ね。二人一組みたいな感じで。はぁ。で、僕は柏木由紀さんの方の握手には全く行かずに、渡辺真由さんの方ばっかり行ってて。もうそのライバルみたいなのになっちゃうから。はい。だから、この間共演した時に、あの、俺らの YouTube チャンネルも見てくれてるって言ってたから。はい。ゆきちゃんがね、だからもしかしたらこれも見てくれる可能性もあるから。でも眉の、眉の、はい、はい、すいません、はい、すいません、すいません、ゆきさん、すいません、ゆきりん、すいません、誰が言ってんだよお前。なるほどね。じゃあそこ、じゃあまあ、眉から入って、はい、それで何、それは大学生だもんね。今は、今はだから坂道、坂道、桜坂ですね。桜坂、桜坂、はい、桜坂の誰だっけ、竹本結衣ちゃんってこと。それ漫才で出てるからね。そうそうそう、はい、今おいくつになったんだっけ、竹本。あ、でも竹本結衣ちゃんまだ19です。あ、まだ19。何歳から追いかけてた、竹本。16の時から。ああ、じゃあどういう目で見てるの、それは。まあ、最初はやっぱり見た目です。あ、もう、はい、見た目で好きになるんだ。握手会見てるんだね。行ってます、行ってます。ミーグリって言ってるんですけど、僕はミーグリ、ミート&グリートって言って、ミーグリ、いわゆるオンライン握手会みたいな感じです。ああ、じゃあもう今はさ、やっぱコロナだから、はい、そういうまあオンラインで、はい、直接は握手できないんだ。できないんですよ。あー、で、そのオンライン握手会も僕最初初めてやった時に、うん、終わった後プツンって切れると思ってたんですよ、うんうんうん、そしたらなんかだんだんふわーっと白くなっていくような感じ。あー、ホワイトアウトしてる。ホワイトアウトしてる。終わった後夢だったんじゃないかって。それでもプツンって切れるよりいいね、はい、いや確かに一瞬で切れるよりは余韻があるからね。 そうね、その時も握手はしないけど、何ができるの？あ、もう普通にオンラインでお話しするって、ズームみたいな感じです。何秒ぐらいできるの？まあ、メンバーによっても違うっていう噂もあるんですけど、だいたい 1CD1 枚で6、7秒ぐらい。6、7秒、はい、6、7秒、はい、だってもう一瞬なんかフラッシュ暗算みたいな感じ。そう、そうです、そうです。だってね、6、7秒じゃ。だからアイドル側からしたらもうオタクのフラッシュ暗算みたいな。いや、そうだよね、はい、それ何人ぐらいやるの、一気に？いや、人数は分かんないです。分かんないんだ。ただまとめ出しっていうのができて、うん、例えば1枚で例えば6秒だとしたら10枚買えば
60秒できるっていう。そう、1分間。なるほど、なるほど。何をなんか話すの、質問したりするの。あ、でも。でも6秒、え、何枚買うの、いや、でも僕は、1回で最高で買えるのが45枚なんです。うん、申し込めるのが。うん、で、全部45枚申し込んで、45枚。え、1枚いくら ?1 枚1000円ですね。1000円ちょっと。4万5000円。4万5000円。4万5000円払って、はい、何秒ぐらいかな。まあ、300何秒かな。はい、そうですね。はい、それは、そんだけ買って話すわけじゃん。はい、何を話すの。あ、でも竹本結衣ちゃんは僕のこと芸人って知ってくれてるんで、知ってるんだ、嬉しいね、はい、それね、はい、この間こういう番組にちょこっと出ましたんで見てくださいみたいな。あ、それ前田君が言うの、はい、あ、そういえばその鬼越さんと一緒に出たなんか99人の壁っていうやつで、僕その時何も持っていくものなかったんで竹本結衣ちゃんのおしめマフラータオルってやつを買ったからかけてたんですが、そしたら竹本結衣ちゃんがそれ見ててくれて、あれ見ましたよって言ってくれたんですよ。あら、それ嬉しいじゃん、はい、でもこういうこと言うと他のオタクが嫉妬してバットをつけるって。その一応オタクはオタクでやっぱこっちでいるけど、はい、そのまあ、ファンではあるじゃん、はい、交流をやっぱりよくは思ってないんだ他のオタクの方。ライバルだからね。そうですね、いわゆる同担拒否っていうタイプの人がいるんで。同担拒否、まあ要するに同じメンバーを推してるオタクは嫌いみたいな。ああ。え、それで言ったら何もう45枚、はい、買うじゃん、はい、それで4万5000じゃん、はい、でも芸人としてさ4万5000ってまあまあな金額じゃん。あのだいぶ前にうちのおじいちゃんが亡くなりまして、はい、やめてくれよ、もう落ち着いってくれよ、おい。まだ分かんないけど、りょうちゃん、まだ分かんないから、ちょっと聞いてみよう、聞いてみよう。おじいちゃん、もう切ないもんね。あの、ちょっと保険金の方が入ってきました。やめてくれよ。はい。多少親から借りれる状態なんです。あ、親もちょっと緩くなってる。親に入ってそれを前で借りてる状態ね。はい、じゃ一応ワンクッション挟んでんだ。ワンクッション。直じゃないね。え、やっぱおじいちゃんが歩んできた人生を、はい、やっぱ竹本結衣ちゃんに突き込みたいと。はい、でも竹本結衣ちゃんには死んでも言いませんよ。その保険金からお金出してるみたいな。いやいや、そうじゃん、これ。ただでもその要はおもろいな。もうオタク活動というのは、はい、もう自分の全てを捧げると。いや、もうそうですね、それ中心に回ってる感じです。僕もうあのアイドルファンになってオタクになってから竹本結衣ちゃんだけ、はい、その眉毛の後はそうですね。ちょっとその歴史だけちょっと、はい、教えてほしいんだけど、眉毛の次にちょっと眉毛から離れて、はい、いろんな握手会行ってた時期があります。あ、でもまだ AKB ファンからは抜け出せずにいるんで。でその頃乃木坂ができて、はいはいはい、乃木坂が公式ライバルとして出てきたんですよ。 AKB の、 AKB の公式ライバルで、僕は AKB のファンだったから、はい、公式ライバルっていうのでやっぱ僕もちょっと敵対視してしまったんですよ。あ、なるほど、ね、それってやっぱその女の子に敵対視するんですか、オタクに敵対視するんですか。どっちやん。いや、その時は乃木坂のメンバーに対して、メンバーに対して AKB が脅かされると思って。ああ、なるほど、はい、そういうことね。で乃木坂できて 2,3 年ぐらいしたら、うん、あれ乃木坂いいなって思い始めてきた自分がいるんです。あら、浮気症だね、あなたも、はい、結構プレイボーイタイプだね、はい、でも3年ぐらい経ってたんで乃木坂ができてから、はいはいはい、もういわゆる最初の頃の方とか全く分かんない状態だったんです。で僕 AKB も途中からなんですね、うん、AKB ingo を見始めてからのファンなんで、はい、なんでどっちもなんか最初から応援してないのってきついなと思ってたんですよ。ちょっと中途半端だなと、はい、その時に乃木坂の妹分的な存在で、うん、鳥居坂46というのができた。鳥居坂、はい、でそのオーディションをやって、うん、で最初のメンバーが発表された時に鳥居坂から欅坂46という名前が、欅坂、はいはいはい、わかりますよ。で欅坂46ができたんです、名前が変わって、うんうんうん、でそれを最初のなんかイベントみたいなのがあって、お見立て会みたいなのがあるんですけど、うん、それに申し込んだら当選したんです。あ、でその一番最初のイベントに行くことができて、うん、あ、ここからだったらもう本当子さんを名乗れるというか、なるほど、一番最初から応援できると思って、運命みたいなもんだ、どんどんのめり込んでいった感じです。はあ、じゃあもう一番最初本当にだから売れてない芸人の人を応援する、なんかそうですね、はい、お互いでインディーズバンドの最初の頃の、はい、そういうことね。やっぱ子さんっていうのはオタクの中でもやっぱすごい価値が高いですか。まあ、今はそんなないかもしれないですけど、うん、やっぱ僕はちょっと羨ましかったんですね。あ、その AKB の、うん、そ AKB 劇場の5人ぐらいしかいないところから見てる人たちがなんか楽しそうに話してるのを見ると、うん、それで欅坂だったら子さんになれると思う。なるほど。じゃあ、まあ、今も完全に、はい、そこも、はい、だけで、はい、え、リアルにさ、はい、今4万5千円って言ったけど、はい、月々いくらぐらい投資してる。おたかつ量、僕この間ちょっと1回計算してみたんですよ。
そしたら年間50万ぐらい使ってて、その遠征費とかライブとかグッズとか全部合わせて、そしたらそれってなんか公立の中学生の一人当たりの教育費上回ってるらしくてもうほぼほぼ推しメンっていうか扶養家族みたいな、扶養家族子供育ててるみたいな、はい、いやでもすごいね、リアルで今もじゃ追いかけているんだね、はい、何年目オタク歴は。でもオタク歴で言えばその大学の時からなんで11年とか12年、はい、11年ね、はい、直でさ、はい、まあ言ったら番組とかも一緒に出た、俺らがガヤだっけ、はいはいはい、一緒に出た時にあれ言ったの誰だったっけ、あれは日向坂46、日向坂46、はい、でもそれでも出たじゃん、はい、あの時とかもさ、なんかあの攻撃されたりすんの、あの DM とか来ました、近づくなみたいな。あ、やっぱ来るんだ、はい、来ました来ました。でお前その日向坂に近づくために芸人になったんだろうって言われるんですけど、うん、僕日向坂より芸歴上なんですよ一応圧倒的に売れてないだけで、俺の方が先輩だよと。そのなんで前田くんがガチオタク で、はい、で共演したりして、はい、オタク的にはその共感しないのか、あ夢あるなとは思わないんだ。ただ僕後で見返したんですよ、うん、Hulu で、うん、そしたら僕がその推しメンのタオルをバッと掲げた時に、うん、推しメンの顔見たらめっちゃ引いてたんですよ、うん、他のメンバーはめっちゃ笑ってたんですけどいや切ないなそれ僕それちょっとスクショしてしばらくあの待ち受け画面にして自分への戒めとして反省はちゃんとする、はい、反省は、はい、こさ気になるのか、こんなの聞いてるのか、そのオタクとしてのゴールっていうのは何なのかな。ゴールは近づくじゃん、はい、で変な話さ、その付き合えると思ってるわけじゃないじゃん。思ってないです。そのアイドルってどういう対象として見てるわけ。それなんかめちゃくちゃ野暮な質、野暮じゃないこれ。いや野暮かもしれないけど、でもこれやっぱアイドルとかあんま興味ないから。ゴールなんかないでしょう。わかんないです、なんかゴールのないマラソンしてるような感じなんですよ、うん、いやそうだと思う、実力的に。でも死ぬのを待つだけみたいな、うん、あ死ぬまでじゃとりあえず応援する人は応援する、はい、だマグロとかで一緒に泳ぎ続けるんだもん、タグは。じゃあさ、その例えばアイドルの子があのなんかスキャンダルとか起きるじゃん、はい、なんか誰かの俳優ととか、はい、そういう時はどういう心境なの、まあ、正直なんでしょうね、なんか、まあ、言い方悪いんですけど、なんか親が死んだ時みたいな、あいつか来るとは思ってたけどこの日が来たかみたいな。はぁ、それが自分の推しだったらもう、そうですね、推しじゃないメンバーでも結構嫌だ、やられますね。だから推しじゃないメンバーがそういうのが起きると、もしかしたら俺の推しもって思っちゃうんです。ああ、そういうことね。これもう卒業したメンバーはどうなんですか。卒業したメンバーは正直自由にお幸せになってとか、ね、なるほどなるほど。でも卒業したら本当に別にいいんだ、はい、関係ないから、はい、リアルにさ、まあ、いろいろさ報道出たりするじゃん、はい、どういう職業の人となんかそういう風に恋人とかになってたら嫌なの。リアルに言うと、うん、なんか一般人とかが一番嫌かもしれないです。あ、そう、はい、なんか社長とかだともう絶対叶わないなって思っちゃうんですけど、なんか一般の大学生とか専門学生とかだと、もしかしたらチャンスあったじゃんっていう。あ、だから、うん、ずっとオタクやってた前田君がオタクとしてアイドルの前に行くのもオタクからしたら嫌なんだよ。いや、そうだと思います、ね、そのやっぱ悔しいってことなんだ。悔しいっていう気持ち、なんか嫉妬みたいなのがあると思う、うん、あとお前わきまえろよみたいな、そうそう、ね、行くなよみたいな、はい、なるほどね。普通ちょっとさ夢あるなとか思っちゃう、自分を投影させてさ、まあね、そっちだよね。前ネット配信の番組でなんか地下アイドルの方とご一緒させていただいたことあるんですけど、うんうんうん、その時もディレクターさんから絶対抱きついたりしないでくださいねとか言われるんです。それ切ないね。切するやつだと思われてるからね。それは切ないよね。それなんか動物園行った時の注意だもんな。それ絶対抱き近づかないでください、ね、そうそうゴリラとかと一緒だもんね。だからオタクってさ、なんでオタクっていうだけであんなちゃんと結構さ、いい仕事してるのよ、はい、システムエンジニアとかちゃんとお金持ってるからお金使えるわけ、はい、アイドル。なんでオタクって言った瞬間になんか2段階下の人間みたいな扱いを受けなきゃいけない。なんかこの間もあのアベマの2分59秒っていう番組出させてもらって、その後に、まあ、MC が日向坂の佐々木久美さんがいて、はい、その10日前ぐらいにその日向坂のライブ見に行ってたんです、なんで収録終わった後にちょっと挨拶しようと思って、お疲れ様でしたって言おうとしたらスタッフさん飛んできて、前田君今日は握手券持ってないよねって言われてもうブラックジョークもうブラックだからね、はい、もう芸人としての最後のいやいやもう共演者同士の挨拶もそれすら俺は挨拶すらできないのかと思ってもうそこでね、今日今コロナの時期だからやめといてとか言われればいいけど、ニヤニヤしながら、
それで僕その後にそのさっき言ったミーグリっていうオンライン握手会でその佐々木久美ちゃんの券買ってその1000円払ってこの間ありがとうございましたって言ったちゃんとお金払って、はい、もうすごいね、律儀だね。もうでもアイドルと、たとえ接する仕事についてたとはいえ、はい、もうオタクである時点でもうお金払わないと思う。そうですね。そっかそっか。テレビとかでたまにさ、はい、秋元康さんが、ね、はい、ものすごい高いカニとか食べてる、はい、オタクはどう思ってるの？いや正直、あ、俺らの金があそこに流れてるんだって思う。あの太ってる体も多分みんなが作ってるよな。そこの養分だもんね。いやいやいや、あのものすごい作詞家だから、あの川の流れのようにとか、アイドル、まあ、トンネルさんアイドル事業だけじゃないですけど、でもそうよね。でもそのやすしに対してもありがとう、はい、感謝みたいなのあるんだよ。ありますあります。やっぱりその会いに行けるアイドルっていうのを作ってくれたんで。なるほどなるほど。そうかそうか。実際さ、今さ、オンラインだけじゃん、はい、昔のちゃんと握手会直で行ってた。行ってました、はい。そういうところでさ、なんかさ、事件つったらあれだけどさ、はい、こんなことありましたみたいなあんの、なんか。あ、まさにアイドル事件も。事件もね、僕は本当にもう1年近くずっと通ってたアイドルの子に、うん、初めましてって言われたことある。いや、切ないな。もう何回ぐらい、何回ぐらい行くの、大体。その子に関しては多分20回ぐらいは年間行ってたんで。あ、初めまして、初めましてって言われて、そこでやっぱ冷めちゃう、他の子にしようかなみたいな。冷めちゃいました。あ、その現場でもさ、オラオラのオタクの人もいるわけでしょ。いますいます。その俺らがアイドル博士の仕事はしてたんだけど、はい、お客さんとしてはあんま行ったことないから、はい、客層が、はい、勝手に前田くんみたいな、あのあザ・オタクみたいのが、はい、あの数百人数千人いるのかなって言うけど、はいはい、オタクもいろいろ種類があるんですね。いろいろありますね。はい、よく見ると顔は3軍なんですけど、髪型と服装は1軍みたいな。そういうことね。一番多いですね。あと、あのコントにしか出てこなくなったような、あのポシェットしてバンダナしてみたいな人はもう絶滅しました。絶滅した。いないんだ、ああいうオタクの人って、はい。と思ってたんですけど、3年前ぐらいに AKB がお台場でなんかリリースイベントみたいなのをやって、行ったらまだいたんですよ。その時ちょっと感動しましたね。これは本物のオタクだっていうか、生き残ってたんだっていう。あ、絶滅危惧種が、はい、意外と今おしゃれオタクも多いよね。そうですね。だから乃木坂とかその桜坂とかモデルやってる子もいるんで、うん、なんかそのおしゃれな女の子も来るんですよ、うん、そっかそっか。自分がよく読んでるファッション雑誌に出てるモデルさんに会いに来るみたいな感じで。そことは仲良くなれたりしないの？全くならないです。そこのファンとは向こうもそこにやっぱ壁ありますね。オタクの間でもやっぱ一応オタクでお互い応援してるのは一緒だけど、はい、ちょっとそこの部分は違う。そうですね、はい。だ、だんだんその自分よりイケてないやつを探すのが難しくなってきました。あ、やっぱりそれあんの？はい、あります。行って、あれ自分より下だの上だのとかもあります。あります、あります。だ、握手会とかそういうやつの後ろに並ぶようにしてるんです、イケてないやつ。はあ、裏技だね。少しでも自分をよく見せるために。漫才もやっぱ受けてない後に出て受けた方がいいですね。確かにね。だ、握手会のレーンの入り口でずっとうろうろして自分よりイケてないやつ見つけて、いけてないやつ行った瞬間にパッてなる。後ろに並んで。前田君のさ、その、なんつうの、いけてないやつっていう、はい、その、基準どこにあるの？基準ですか？俺よりこいついけてないなっていう基準。まず、なんか髪型が1000円カットっぽいやつとか。髪型ダセやつ、はいはい、いや、1000円カットでも、はい、ね、たまにあるよ、ね。黒髪でとか、はい。で、自分より身長がちょっと低めの子とか。ストップ取ってるやつとか。はい。なんとなくのイメージで言うと、あの、犬の有馬さんみたいな。太田まで行っちゃうとちょっと、はい、太田さんは逆になんかインパクトありそうな気がする、ね、ある程度ちょっと影が薄そうで自分より下だと思うやつを見つけて、その後ろに、はい、じゃあそれもう前田君的にはもうそこで仲間とかもできるの？そのオタク仲間みたいなのは、はい、いますね。何話すの？みんなで、あ、なんかみんなでダンスしようって言って、そのメンバーの気持ちが分かるためにはダンスするのが一番大事。え、それなんか YouTube かなんか見てみんなで、はいはい、なんかオタゲーだ。そのオタク仲間にダンスの先生がいて、え、でスタジオ借りてみんなでやるんですけど、あ、みんな友達の頃集まって、はいはい、でたまたま僕がセンターにいたってことで、じゃあ前田さんセンターでって言われて、まさかオタクの集まりでセンターの重圧感じると思わなかった。まあでも AKB でね、前田だしね、まあ、前田だし、はい、センターで、確かにセンターの名字だから、あ、じゃあそれみんなでその1日練習して、はい、最後みんなで合わせてその動画見たりするの？いや、そこまでいかないんです。あ、違うの？結局みんな挫折して毎回終わってるって感じです。じゃあやっぱすごい踊ってる子たちすごいなって言って、はい、すごいなって終わっちゃうんです。今もじゃあ交流はあるの？交流もあります、はい。単独ライブとか見に来てくれたりとか。あ、この間その
桜坂46が好きっていうのはグランチの遠山さんと2人でその桜坂だけ話すトークライブやって、そこにも来てくれてました。ただ8割ぐらいはその遠山さんのファンなんで、普通のお笑いライブだと思って来てるんです。あ、なるほどね、はい、でその2割のオタクがちょっと浮いちゃうみたいな感じで。あ、見た目でやっぱ分かるんだ。はい、分かります、ね、あのオタクだなみたいな、はい、ドーム2にあのサイリウムとか持ってきてますめちゃくちゃ光るじゃん、ドーム2で、はい、あんな真っ暗なところで、はい、最高で、はい、月だ、月でいいよ、月、はい、ちょっと使いすぎちゃったなって額は。それは AKB を応援してた時代の20万ぐらいですね。月20万、はい。でその時の収入というか、その時は多分倍、ほぼバイト。バイト、はい。で20ぐらいあったの収入？いや、なかったです。だからそのおじいちゃん、あ、もうその頃からおじいちゃん、はいはい、序盤におじいちゃん、ね、序盤ですね。じゃあ今は別にもらってないの？今ももらってます、その残りがまだあるんで。え、総額、まあこれ聞いたように、おじいちゃんの、はい、おじいちゃんのお金いくらぐらい総額もらってんの？いや僕は、うん、リアルにね、はっきりと聞いてないんですけど、うん、田舎に中古の物件が一つ買えるぐらいだと思います。何百万かは、もしかしたら1000万円かもしれない、はい、それをほぼ多分アイドルに使ってる。そうですね。親知ってるのかな、オタ活というか。あの、そのアメトークに出させてもらった時にバレました。あ、それまで言ってなかったんだ。言ってなかったです。じゃ普通に仕送りもらってる、ね、仕送りもらってるっていう。はあ、例えば俺らがもう次ライブとか握手会に行くってなった時にさ、はい、気をつけなきゃいけないこととかある？ライブとかだと、うん、あの単4電池は絶対忘れちゃいけないんです。はあ、それ何、それ自分たち持っていくの？持っていきます。あのサイリウムがもう光らなくなる時があるんで、電池が、もうサイリウムが切れたオタクなんて何の価値もないそんなことないでしょ別に寿司握れない寿司職人みたいなもんだ、うん、だから会場近くのコンビニから単4電池なくなるんですよ、うん、ああ、みんな買うから、みんな買い占める。あ、もうサイリウム切れたオタク何の価値もない、うん、もう翼の折れたエンジェルみたいな。もう飛べもしないし。飛べもしないし。もうだから、オタクだって、もう再リング切れた時点でもそのライブは終わってる。終わりですね、もう。向こうで買おうと思った時怖いね。亡くなってる可能性もね。怖いですね。はい、こっち側で。予備も持っとかないといけない。そういうことか。一回桜坂じゃないんですけど、一回ライブ中に僕トイレ行きたくなっちゃって、どうしても我慢できなくなって、椅子に再リングを置いてトイレ行ったんですよ。で、戻ってきたら再リングの電池なくなってた時があります。あ、え、盗まれて。盗まれて。あ、盗まれてね。あ、そういうことか。こうオタクカーストみたいなのあるの？正直。例えば TO って言葉聞いたことある。トップオーター。はい。でもメジャーなアイドルじゃなくて地下アイドルの文化なのかな。でも AKB とかでも TO って言いますね。TO いるんだ。一人だけ TO って。一人だけですね。でもやっぱよく2チャンネルとかにはずっと TO まとめみたいな感じで各メンバーごとの名前が載ってたりとかします。アイドルはどこなの、カーストで言うと。でも AKB の応援してた時代は全然 TO とかではなかったと思います。で、下、下の方だったと思います。今はでも子さんじゃ言ったら、はい、まあ、TO の次ぐらいにはいると思いたいですよね。2番手ぐらいの、はい、副 TO、はい、じゃあ結構さ、ライブとか行ったらさ、はい、みんなから挨拶される感じ？あ、でも生写真とかくれる方はいらっしゃいます。そう、僕が竹本結衣ちゃん好きっていうの分かってて、知ってるから、あ、前田さんですよねみたいな感じで、竹本結衣ちゃんのです、はい、みたいな。それもちょっと寂しい時があって、うん、そのあ、いらないんだと思っちゃうんですよね。あ、お、あ、歌は、はい、その自分で撮ったのを大事にしろよと。はい。はい、っていうのもあるし、その、あ、竹本結衣ちゃんいらないんだっていう、なんか、ショックもあるんですよ。うう、確かにね。遊戯王カードのいいやつを入ってくれるもんだよ。好きだったらあげたくないもんな。確かに。あのさ、地下アイドル別に好きじゃないの？地下アイドルも、あ、一時期ちょっと行ってたことあるんですよ。どの辺の地下アイドル？放課後プリンセスとか。放課後プリンセス。で、まあ、放課後プリンスとかじゃないんですけど、地下アイドルのライブとかに行ってて、そのライブの後にチェキ会とかあるんですよ、うん、そこでまあ話せたりして、で、その子は僕のことを認知してくれて、ツイッターもフォローしてくれたんですよ、でも僕はやっぱその時も欅坂46ができた頃で、うん、僕はやっぱ欅坂の方が好きだったんです、うん、で、その子の生誕祭があるみたいな感じ、うん、でもその生誕祭の日に欅坂の握手会があって、僕は欅坂の握手会の方を優先したんですね、うん、で、欅坂の握手会行った後にツイッターにその握手会のレポみたいなのを書いて、うん、そしたら2時間もしないうちにその子はツイッターのフォローを外してきて、要するに多分見てるんで僕のツイッター、あ、私の生誕祭よりも欅坂の方を撮ったんだってなって、まあまあ、そっか、それまあその頃気持ちも分かるっちゃ分かるよね。で、ね、その次の握手会に行って謝りに行って、うん、当時その子女子高生だったんです、うん、1000円払って女子高生に謝りに行くって変態変態だ、変態、はい、オタクという文化をフィルター通さなかった変態だ、変態だね。みんなに神対応の人がいるの？そう、有名な人で。
あでも本当日向坂とか桜坂は基本的にみんななんかすごいしっかりしてるっていうか対応もしっかりしてるんだ、はい、本当にこいつって言ったらけどちょっとやばかったなみたいな人もいるの？あいますいます。まず名前言わなくていいけど、はい、どんな感じなの？あの基本みんな握手立ってやるんですね、うん、行った時にまず足組んで座ってたんですすごいなんかジェラードンさんのネタみたいだね、はい、あで僕の前に一人女の子がいたんですけど女の子すごい話しかけたんですけども全部無視してて、えそれアイドルだよ、ね、アイドルの子です。有名なちゃんとしたとこ、有名なちゃんとしたとこ、地下じゃなくて、地下じゃなくて僕はその子がなんかアニメが好きだって聞いてたんで、うん、そのアニメの話振ろうと思って行ったらなんかまず片手で出されたんですよ、足組んだまま、うん、で座ったままで座ったままですごいねそれあガクトとかローランドじゃないよねで向こう片手出して僕はその片手を両手で掴んでこうやって掴んであのアニメ好きだって聞いたんですけど好きなアニメ何ですかって言ったら5秒ぐらい黙ってバナナフィッシュって言って終わりましたバナナフィッシュって言われて、はい、トークもフィッシュしてフィッシュで、はい、でもやっぱいるんだねそういう子。でも慌ててその神対応って言われてるメンバーのところ行って温めてもらって、あでもその楽しみ方も、はい、塩対応がいるから神対応がより楽しめるっていうのがあるもん、ね、ちょっとスタッフとしてもアイドルオタク仲間なわけじゃん。質問あります？聞きたいこと。本当にお二人分かんないの聞いていいですか？全然いい。全然マニアックもマニアックなこと聞いて。欅坂からお好きじゃないですか、はい、竹本ちゃんって2期生なんですよ、はい、1期生の時代から好きなわけじゃないですか、はいはい、その時誰を推しめる？1期の時は今泉ゆいちゃんです。あ、おー、あの、聞いたことある？あの、某 YouTuber の。あの YouTuber なの？え、あの、いろいろあった。あ、はい、はい。あの、あれでしょ？渡辺さんちでしょ？そうそうそう。渡辺さんちの。は、多分、めちゃくちゃ、多分、ケヤキの中でも1、2ぐらい争うぐらいの神対応の子だったんです。あ、そうなんだ。なんか本当もう、向こうが僕が来るの待ってたんじゃないか。向こうが？はい。いや、前田くん早く来ないかなって思わせるぐらいの。向こうが1000円払ってるんじゃないかと。はい。それ神対応だね。握手してるとこもぴょんぴょん飛び跳ねて、あ、してくれて嬉しいみたいな感じ。じゃあもう残念だね。残念です、ね。残念って言ったらだけど、まあまあそうだよね。だって、あれ現役だったの？それも辞めたの？辞めた後です。辞めた後から。全然別に批判されることはないんですよ。そうかそうか、別に辞めた後だしね。はい、その前は、その、なんだっけな、あれ、柿崎めみちゃんですね。柿崎めみちゃんがね、地元が僕一緒なんですよ。そうです、長野県。筑摩市で。柿崎めみちゃんはなんかちょっとストーカー被害みたいなのがあって辞めちゃったんですよ。でそのやっぱ私が芸能活動を続けることによって家族にも迷惑かけるってことで辞めちゃったんですよ。そういう時ってもうさ、はい、ストーカーに対してさ、とんでもない怒りよ。とんでもない怒りよ。怒りなんだよ。怒りがあります。悲しみ、なんでそんなことするんだよってなって、はい、てめえみたいな、はい、で僕その柿崎めみちゃんもその漫才のネタ中で出してたことあるんですよ。それが YouTube かなんかに上がってて、うん、そこのコメント欄にその柿崎めみが卒業した理由はこいつかとか書かれてて、うわー冤罪、心痛むなそれ、まあ、その人も多分冗談で書き込んでるんで、でもまあちょっと笑えないよね、引退したよね。引退とか卒業すると全くもういいやってなっちゃう。そうですね、そのグループをいるその子を応援してる、はい、グループにいるその子みたいな。僕もいいですか？あ、いいよ。今まで一番良かったなってライブって僕は欅坂の東京ドームの2日目ですね。ああ、え、分かるんですか？僕も行きました。ああ、そう。もちろん行った。もちろん1日目も行ってるんでしょ？ 1 日目も行ってます。あのブロードキャストさんのライブ断って行ってます。まあ、まあ、いいよとも言えないけど、まあ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 、そうなったらね。全く面識もないのにそのライブ呼んでくださってて、うん、それ以来1回も会ってないんですけど。さすがに、はい。まあでも大丈夫、ライブは。その2日目何が良かったの？いいって。まあ、ちょっと説明すると長くなるんですけど、うん、不協和音って曲があるんですね、うん、欅坂に。でその曲なかなかやってなくてしばらく、うん、で初日にそのアンコールで不協和音っていう曲をやったんですよ、うん、でも東京ドームがもうわーって湧いて、うん、で僕もめちゃくちゃ興奮して、でも帰りの電車の中であれこれ今日クライマックス来たんじゃないかと思って、明日どうするんだろうと思って、普通だったら2日あったら2日目の方に盛り上がる方を持ってくるのにと思って、うんうん、それ1日目の話？ 1 日目の話。なるほどね、1日目で、はい、で2日目行って、2日目もアンコールで不協和音をやって、まあ、盛り上がるんですよ、ね、でもこれ昨日と一緒だなと思って、それはそうだ、うん、で昨日初日はそれで終わったんですよ、うん、不協和音不協和音 で、うん、
でも2日目は不協和音終わってもうその電気がつかなくて客電が、あれもう1曲あるぞみたいな感じで、でその時なんか新曲発売しますみたいなことには告知はちょっと前にあったんで、はいはいはい、あ新曲やるのかなと思ったら、その当時センターだった平手友梨奈ちゃんが一人で出てきて、パッとスポットライトが当たって、その角を曲がるって曲をやったんです。角を曲がる。それが平手ちゃんのソロ曲で、誰も予想してなくて。はぁ、そんなのが来るとは。で、平手ちゃんのファンはイントロ流れた瞬間に、あ、角を曲がるだと思って一回わーってなるんです。でも平手ちゃんのファンじゃない人もいるわけです。で、角を曲がるってあのスクリーンに、クレジットみたいなのが出て、あの曲だってなって、もう一回わーってなるって。なるほど。低いね、演出が。自分たちの思ってたらどんどん超えてきたんだよね。そうです、そうです。演出が。演出が超えてきたって、裏切られたっていう。その時はどうなんですか、なんか、鳥肌立つとか、それと、うわーってどっち足がなんか震えるみたいな感じです。そうか。それがもう今までで一番ベストライブ。一番でしたね。その帰り道、2日目の帰り道がどんな感じなの、もうみんなで帰るの、それを一人で。いや、もう一人で。一人で。一人で、一人で、都営夢田さんに乗って。もうとんでもないいいライブ見た後って、はい、何を食べるの、オタク。あでも帰りたくないんですよ、家に。あ家に帰ったら本当にライブが終わっちゃおうと思って、近くの公園ずっと歩いたりしてます。家に帰るまでがもうライブだから、はいはいはい、このライブが終わんないでくれと。終わんないでくれと。じゃあアイドルにハマったこととかないの？アイドルは、でもまあ俺モームス世代だから、一応なんかその当時ゴマキとか好きだったけどね。それ以上はアイドル。握手会、サイン会みたいなの行ったことない？ないね。俺はでも、その、セクシーさんもあるでしょ。そう、ね。セクシー女優の握手会、サイン会とか言ってたけど、またさらにアイドルオタクと違って、AV オタクは、もうエロいのバレてんのに、100% エロいのバレてんだよ。全然エロ目的じゃない顔するから。ものすごい、なんか、別に俺違えし、みたいな。もっとピリピリしてるから。俺、この子の性格で見てるし、みたいな。なんかよく思われたいとかあるよね。そうそうそう。なんかわかんないけど一緒にされたことないみたいなあるもんね。そうそうそう。うちの相方もエロゲー好きなんですけど、うん、ずっとシナリオ重視でやってる。確かに。だったら別に良くないけど、エロくなって言わないってことでしょ。凝ってるからね、意外と。だったら普通のドラマでいいじゃんって。シナリオ重視。なんでエロゲーでシナリオ重視するんだよっていうね。もう、うん、結構聞いた。もう聞いたね。もう満足です。はい、じゃあ話としてこれ言っとかなきゃいけないわ。話はい。もう時間です。時間です。お時間です。すみません。はい。さあ、ということで、またね、はい、1000円で買ってくるときは、はい、まあ、今回、前田君と呼ばせていただきましたけど、はい、今度はまた他のアイドルオタクの方と、なんか一緒になんか来たら、またちょっと違う講座。アイドルオタク腕相撲最強決定戦をやりたいですか。意外と握手会で鍛えられてるかな。握力あるな。そんなに握んねえだろ、それ。ギュッと握ってる。そう、押しがいたら、もう、めっちゃ強くなるのがあるの。ありますね。そうか、そうか、はい。さあ、ということで、今回ね、まあ、アイドルの、まあ、僕らも知らないアイドル事件もですね、前田君に聞かせていただきました。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。鬼越チャンネルをご覧になった後は、さらば青春の光オフィシャルチャンネルをご覧ください。最新動画は、こちらです。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。